松井ちゃんがリツイートしたやつ刺激強くて朝からびっくりしました。そんなに刺激強くない。言うてそこまでエッチじゃない、あれは。ドエロじゃない。映ってなければセーフだと祭りは思ってる。ね。エッチ。もうエッチの基準が低いなぁ。ピュアなんだから。ピュアピュアなんだから。しょうがないな、うん、思春期だから。思春期に少年から大人に変わる。当てりこしてほしい。お、へえ、ちゃんとおとなしく待ってたんだ。えらいそんなお兄ちゃんにはご褒美あげるね。はい。まつりさ、フルーツ好き、割と。うん、なんかいいフルーツ。でも高いよね、フルーツってマジで。ビビるくらい。高いんだよな。で、桃とか特にさ、安い桃って美味しくないじゃん。正直。だからさ、いい桃を買ったんだけどさ、マジで高い。2つで1300円ぐらいしたもん。うん。めっちゃ高い。でもね、桃はマジで、安いのだと美味しくないというか、味しないんだよね。なんか、わかるかな？わかる？マジで。果物はね、値段払えば払うだけうまい。うん。あと、ゴールデンキウイみたいなやつ好きで。普通のキウイ食べれないんだよね。ゴールデンキウイみたいなやつじゃないと。うん。そうそうそう。果物は高ければ高いほどいいし、そうなんよ。あれはね、値段出しすべき高さ。うん。うん。キウイにヨーグルトかけるとうまい。美味しいだろうね。栄養素もめっちゃ高いらしいよ。キウイ。マジキウイ。超うまい。普通のキウイ苦手わかる。しょっぱいよね。ゴールデンキウイはガチでうまい。で、昨日の朝ごはんゴールデンキウイだった。うん。マンゴーめっちゃ好きだよ。みかんは大体どれもうまい。別に柑橘類はアレルギーだからちょっとわかんない。うん。マンゴーうまいよね。わかる。めっちゃ好きなんよな。松井先輩おはようございます。おはよう。うん。安いメロンマジでダメ。わかる。硬いし、なんか味しないよね。めっちゃなんかいいメロンってさ、甘くて柔らかくて口の中でとろけるよな。あれめっちゃわかるわ。メロンは本当に本当に値段大事だと思う。マンゴーもだけど、マンゴーもなんか味ないやつあるよね。美味しいやつ。さくらんぼ好き。フルーツは基本何でも好きだね、祭りは。うん。太陽の卵っていうマンゴー知ってるわ。聞いたことある。めっちゃ有名だよね、それ。うん。キウイアレルギーで食べれない。アレルギーマジしょうがないよね。食べたいけど食べれないみたいな。オレンジとかみかんアレルギーだから。基本ね、フルーツケーキとか、だいたいみかん入ってんの。フルーツポンチもだけど、フルーツなんたらとかはでも絶対食べれない、祭り。うん。レモンもダメ。ダメだね。だからなんか、レモン水をさ、おしゃれな店とかだとさ、なぜか水にレモン入れてたりするじゃん。あれ飲めないからね。うん、匂いとかで、これレモン入ってんなってなったら、すいません、柑橘類アレルギーでって言っとんけど。うん。そうそうそう。だから、まあ、しゃあないね。でもそんなひどくないんだけどね。うん。
めちゃくちゃ糖度の高いレモンならいけるんじゃん。酸っぱいのが無理っていうよりはもうレモンの成分がダメだから、アレルギーだから。関係ないよな。うん。そうそうそう。あ、皮もダメなの。あ、そう。唐揚げとかにレモンかかってても、めっちゃ、アレルギー出るよ。めっちゃだよ。そんな激しくないけど。うん、私、ホコリアレルギー。え、祭りもハウスダストアレルギー。しかも、レベル6。積んでる。マジで。うん。マジで積んでる。ハウスダストレベル6だからね。もう、きついよ。死んでまうよ。ハウスダストあるとこ行ったら、もう、クシュンクシュン、ぐじゅぐじゅってなっちゃう。うん、アレルギーってレベル表記、あ、そうそうそう、レベル7が最高かな確か。忘れちゃったけど。6か7が最高で。その、ランク付けされてて、高ければ高いほどアレルギーが出やすいというか、激しく出やすいみたいな感じです。7はマジ命に関わるんじゃないかな。あ、6か。6が最大か。あ、じゃあ、次、最大値だ。ハウスダスト。いや、ほんとはホコリっぽいとこ行ったら、マジで秒で死ぬからね。うん。秒で死ぬ。杉が5かな。だから、杉と、ハウスダスト。杉の季節にハウスダストのあるとこ行くともう死。肌も真っ赤になるし、くしゃみは止まんないし、涙も止まらないし、もう体調が悪くなる。そうそうそう、うん。だから、アレルギーの薬を飲んで抑えたりはするんだけど、弱点をしてしまった、もう弱いアレルギーはね、しょうがないんだよ、でも。うん。うん。そう。と弱い。なんか、まあでも、付き合っていくの、アレルギーと共にね。でも、水アレルギーとかじゃなくてよかったなーって思うわ。めっちゃ辛いらしいね。そりゃそうか。なんか、私って言った。祭りの同級生に太陽光のアレルギーの子がいたわ。紫外線アレルギーかなんかで、ね。日光アレルギーか。そう。すごい大変そうだった。もう夏でも長袖、長ズボン。で、教室の一番日が当たらないとこにいて、で、登下校も全部車で日傘さしてんの。ずっと廊下とかも。そうそう。めっちゃきついと思う。うん。しょうがないの、でもアレルギーはね。うん。めっちゃ大変そう。そう。日光アレルギーとか水とかは絶対、もうだって、どうしようもないもんね。絶対あるじゃん。な。うん。ふぅ、熱、汗かいてきた。うん。小麦粉、そう、小麦粉とかめっちゃ辛いよね。何にでも入ってるじゃん。何にでも。でも小麦アレルギーの人って結構いるよね。一定そう。うん。パンとか食べれないし。まあ最近だと小麦使わないパンとかも出てきてはいるけど、アレルギー用の。ケーキとか何でも、祭り、小麦粉アレルギーになったら死ぬ。マジで死ぬ。死を覚悟する。ドーナツ食べれないし。全部、もう、やばい。無理無理無理。で、幸いなことに食べ物系は、柑橘類以外アレルギー今んとこ発見されてないよな。うん。治せるんだよ、一応。ただ3年くらいかかるから、
結構大変なんですよ、アレルギー治すの。だから本当に小麦とかは全然治していいと思う。うん、そう、通院しないといけない。うん、卵とか小麦とかお金もかかるし時間もかかるし大変なんだよね、治すのって。あ、眠くなってきちゃったな。寝ないけどね。あ、犬もすごいアレルギー、お祭りは。うん、お風呂で寝ないようにね。あー寝ちゃいそう。寝ちゃダメだよ、うん、寝たら家来て、おじいちゃんお風呂出るよって言ってお姫様抱っこして打ち上げて拭いてくれんで、パジャマ着せて寝かしてください。うん、3000回愛してるぞー。